はい、どうも、ヒデです。今回は自分がよく使っているリール、一群のリールをご紹介したいと思います。早速ですが、まずは一番の武器であるウェイトフィネスの、リールからご紹介したいと思います。左上の2台、まずはアルデバラン BFS、 こちらは16年モデルとなっております。15年モデル、18年モデルと、使ってみたんですけど、自分は軽量物を投げるときにはマグネットブレーキの恩恵をすごく感じるので、とても投げやすいなと思いますし、投げやすいこともあって飛距離が伸びているんじゃないかなと思っております。ウェイトフィネスのリールに関しては速い釣りをしたいので、ガンガン打ち込んで釣りをしていきたいので、XG のギアを使っております。で、これはノーマルのカラーではなくて、自分がペイントして、使っております。なんとなくジョジョのゴブっぽいカラーにしたいかなと思いながら、そこからちょっとずつ好みの問題で、色味が変わってきてこんな色になりました。クラッチに関してもちょっと気になる方もいると思うんですが、これは自作でバルサを削って作りました。みんなそれぞれ手の形とか大きさも違うと思うので、他の人には合うっていうのはないかもしれませんが、僕の場合指が細くて短くて手のひらが大きいので、ローダウンクラッチっていうのがどうもちょっと自分の指に合わなかったかなと。クラッチを切った時にスプールに対しての指の角度が大事だと思っておりますので、そうなった時自分の手にはハイリフトにする方が良かったので、ハイリフト化しております。で、ハンドルとかは軽量化をしたかったので、とても軽いエンジンさんの斬新などをつけたり、軽いノブをつけたりしております。フィネスで使うのでクラッチではなくてスタードラグ、長いものが良かったので長いものに変えております。こちらはGPI さんのペンタグラムスタードラグを採用しております。以前検証するというか自分で試してみたのですが、アベリさんのスタードラグと比べても、どちらも違う理由で、とても使いやすくて指だけでリリングするのにとても役立っております。アベリさんのヘキサゴンスタードラグ2だったかな、は長くて平たいので、それはそれで引っかかりやす指が引っかかりやすい引っかけやすくて回しやすいなっていう印象で、どちらも使いやすいなと思っております。そのヘキサゴンドラグは左手前に来まして、メタニウム MGL で、使っております。このメタニウム MGL は16年モデルで、20年モデルはちょっとコンパクトなので、ちょっとコンパクトになりすぎかなっていう感じで、自分はこちらの16年モデルを気に入って使っております。アルデバランはウェイトフィネス、こちらのメタニウム MGL もウェイトフィネスとしてカスタムして使っておりますが、より軽いものを投げる、2g とか 4g も投げれるように上のもの
アルデバランをカスタムしておりますので、そちらと、そちらのリールはまあ、もう本当にスピニングいらずぐらいな感じで使えておりますので、スピニングのような使い方をする上で、小さいボディでもいいかなと思ってるというか、まあこのリールしか選択肢がないのでこちらを使ってるって感じでもあるんですけど、でメタニウムに戻るんですが、こちらのリールとても気に入っていまして、昔は何でもかんでもアンタレスで、釣りするぐらいアンタレスが好きだったのですけれども、アンタレスよりも長年釣りをしていく上でメタニウムの方が自分には合ってるなっていう感じがしたというか、武器になるっていう感じだったので、だんだんメタニウムを使うことが多くなってまいりました。メタニウム、この MGL はアルデバラン BFS と同様にすごい武器として使っているリールなので、基本的には軽量化のカスタムをしていて、アルデバラン BFS と違うのは一本ロッドを持っていくみたいな、一本でランガンスタイルの時には何でもできるようなリールを作りたかったので、ノブとかはイブロさんのノブとかでちょっと太めにしたりとかしながらも軽いものを採用していて、こちらもアルデバラン BFS 同様に、クラッチをハイリフトにしたりして自分の手に合わせて作っております。で、手前に行きまして15メタニウム DC ですが、こちらは巻物で使っております。主に、軽い中量級のルアーなどで使っております。右のエクスセンス、その右のエクスセンス DC や右奥のアンタレス DC 同様で、まあ同じように巻物で使用しているのですが、スプール径が小さいので、そういった感じで、軽量中量ぐらいのものを使っております。そういうルアーで使うときにはハンドル軽い方がいいなっていうのは実感してるんですけど、この今つけているバリアルのハンドルがかっこよくて、バリアルは搭載してます。でこちらはハイギアを使ってます、はい。で上に来まして、19スコーピオン MGL、こちらはほとんど見た目で購入しました。釣りを始めたのが、まあ、最初ほとんどバス釣りといっても過言ではないので、バス釣りを始めた時には釣りブームで97年頃ぐらいなので、村田さん、ミラクルジムに憧れて釣りを始めたといった感じなので、スコーピオンといえば赤色なんじゃないのかなと思っております。その頃に、買った本がありまして、こちらの村田さんのルアーの達人という本を買って、これが、これをボロボロになるまで、読んで釣りを覚えたといった感じです。この中にはルアーのキャスティングの仕方なども書いておりますので、このような感じで詳しく説明も書いていて、中学生の僕にとってはとても勉強になった本です。
この本の中にも出てくるんですが、エタニウム、97年モデル、バンタム、92年モデルか、92年モデル、バンタムスコーピオン、メタニウム XT、そちらのリールに憧れて、欲しかったんですけれども、買うことができずに、バスワンを購入したんですが、その後また買う機会があって、どうしても欲しくて買う機会があって、今も現在カスタムして使っております。ブランキングを自分で追加して使うことで、今でも比較的に快適に使えております。マイクロキャストスプールを入手するまではなかったかなっていうぐらい、自分でブランキングするだけで十分使えております。で、ジュキスコーピオン MGL はフィッシュマンさんのロッドにつけるのがかっこいいなと思って買ったんですが、ちょっとつけてみます。つけるとこんな感じです。とてもかっこいいんじゃないかなと思います。カスタムももともとのスコーピオン MGL の、雰囲気を壊できるだけ壊せないように、ロッドとも合うように、もうほんと見た目でカスタムしております。とてもかっこいいんじゃないかなと思っております。結構海で使ったり、フロッグ投げるので使ってたりします。他の一群のリールのちょうど穴的な場所にもいたので、とても僕にとっては、重宝しております。で、続きまして上に行って、17グラップラー、こちらも XG で購入してます。ショアジギなどするのにも使うし、ビッグベイトを投げるのに買いました。シグナルの奥田さんとかが使っていたり、フィッシュマンテスターの西村さんがいいよっていうのを動画でやってたので買ってみました。見た目もすごく筋肉質な感じでかっこいいなと思って気に入っております。筋肉質といえば某アニメを思い出すというか、名前で思い出すんですが、グラップラーバキも好きなアニメなので、そのグラップラーっていう名前にも惹かれた部分があって、なんかいろいろと気に入っております。で、グラップラーバキの中で好きなアニメキャラクターは、どうでもいいですけど、花山薫です。花山薫の僕の中での名台詞は、鍛えることはめめしいです。その鍛えることはめめしい、このリールはなんかすごい鍛えた感じの見た目ではありますが、関係ないんですけどで、右に行って、16年モデルのアンタレス DC、こちらは先ほど説明していたメタニウム DC、 こちらと普通にルアの重量が違う、重量級をメインに投げております。巻物で使っております。今度は左前に来まして、エクスセンス DC。こちら、アタレス DC と、ギアが変わらないので、
特にほとんど同じリールなんですけども、こちらはもともとシーバス用で、ナロースプールになっていたりとか、まあ、もちろん P ラインを使うことを考えて設計されておりますので、エクスセンス DC は P ラインを巻くような状況で、アンタレスとそのラインの問題で使い分けてます。ギャヒはまあ変わらないので、本当にラインだけです。ナロースプールに、なってるので、同じラインを巻いても、なんか多少、エクスセンス DC の方が飛距離が出てるんじゃないかなと、自分は思っていて。で、バスの釣りとかでも、割と P ラインを使うことが増えてきたので、結構エクセンス DC をバスに使うことも多いです。17年モデルですね、こちらは。で、見た目が結構もともとスパルタンなので、ハンドルもスパルタンにしたかったので、iOS さんのダブルハンドルオフセットやマンハッタンノブの、ブラックのもの、ノブカラー忘れましたけど、マットブラックのものをつけることで、まあ、スパルタンでかっこいいんじゃないかなと思ってます。まあ、性能もとてもいいハンドルなので、とてもおすすめです。アンタレス、ちょっと飛ばしちゃったんで、まあ、アンタレスに戻るんですけど、アンタレスは、専用のスタードラグとかが出てないので、13メタニウムのものを加工してつけたり、15DC と同じように、バリアルのハンドルがかっこいいので、バリアルのハンドルをつけております。で、最後ですけど、13メタニウム。こちらは、友人の17タズーラ SV に、GPI さんのスプールが入ったものを、まあ、GPI さんのスプールが入ったものを友達が使用しているので、ちょっと投げさせてもらったら、ちょっと衝撃を受けて、もともと17グラップラーを使っていたんですけど、ビッグベイトには17グラップラーを使っていたんですけれども、ちょっとこれは友達のリールを使った後なんか違うなってなって、17グラップラーはビッグベイトではちょっと降板になりました。で、もうほとんど正直専用だったり、タイラー板に使ったりとか、まあ、そんな感じでグラップラーは落ち着いております。で、13メタニウム、やっぱりスプールが軽いのと、マグネットブレーキっていうのがとても恩恵を感じていて、スプールが台形で重くてっていう方が、なんとなく自分が投げる時に、まあ、ちょっと高回転になりすぎたりするんですが、まあ、慣れもあって、 SVS17 グラップラーは初期の SVS がついてるので、その慣れもあって、親しみもあって、使いやすかったので気にはなってなかったというか、まあ、その友達のタトゥーラーの GPI スプールのものを知るまでは何も思ってなかったんですけど、これはなんかちょっとどうにかしたいなって思って、まあ僕は島のファンなので、先ほど影響を受けた、そので話をしたミラクルジム村田さんの影響からでも、ずっとシマノのリールのファンなので、ずっと使っているので、もうなんかシマノのリールじゃないといけないなっていう、なんかよくわからないものがちょっとできてしまっているので、その友達と同じリールを買おうかなと思ったんですけど、同じリールを買って、同じようにカスタムしようかなと思ったんですけれども、
GPI さんのスプール、まあ、島野のリールで GPI さんのスプールを入れるっていうことで探していった時に、13メタニウムが再び1群に上がってきました。でこいつのおかげで、まあ、マグネットブレーキの良さを知ったというか、もともとまあ、シマノが好きっていうことで、遠心ブレーキへのこだわりが強かったのですが、すごく軽いものを投げるときや、すごく重いものを投げるときっていったものは、本当にあの、マグネットブレーキ、まあ、最後、着水した後だったりとか、まあ、キャスティングしているときにも、あの、ブレーキが、ある程度かかった状態っていうか、ずっとかけた状態で軽いスプールなので、こうルアーの重みでこうラインを引っ張り出してくれるっていう感じが、もうとてもあの素晴らしいんだなってちょっと気づいたので、まあこのメタニウムを作ったんですけど、もうこのメタニウムはもう自分の中で新しいこう価値観を生んだリールの一つなんじゃないかなと思っております。でビッグフェイトやるときには、あの何もかもが重い方がなんかこう安定感もあったりとかしていいんじゃないかなと思ってたんですけど、まあメタニウムなんでやっぱり軽いので、とてもリール自体が、でハンドルも軽いものをあの採用しました。なので、あのスタジオコンポジットさんのものがパワフル、結構強度もあって、カーボンも分厚くて強度もあって、でハンドルのも大きくてとてもパワフル、かつ他の金属のものと比べて軽量なので、採用していて、このリールは本当にまあ、感動しました。キャストの精度なんかもうサーミングしたりするとき、もう歴然の違いというか、グラップラで投げてるときは着水音を消すなんていうふうに、サーミングでそこまで余裕はなかったんですけれども、この13メタニウムでだいぶそういう余裕ができて、着水音が4オンス超えるルアーでもかなり消せるようになったので、もうとてもメリットを感じております。で、まあキャスティングも当然全体がタクルの重量が軽くなるので、テクニカルに触れるっていうところがとても魅力的です。ちょっとだんだん長くなってきましたので、そろそろ終わりにしたいと思うんですが、今度また、別々というか、まあ、リール一つずつ詳しく解説していこうかなと思いますので、よかったら、そちらの方もご視聴いただけるとありがたいです。この動画がいいと思った方、面白いよと思った方、まあ、参考になったかどうかって言ったら、まあ、参考にはならないかもしれないんですけど、参考になったという方は、グッドボタンと、チャンネル登録をしていただけたら、していただけたらなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。